ついな。なんだかやる気も出ねえな。ほら、マリモくん、何してるの？何って、別にいいじゃん。別にいいじゃん。何タバコなんか吸ってるのやめなさい。女の子。何すんだよ。ひどいな。タバコなんか吸っちゃダメでしょ。だってさ、ティアラブ学園に来ればいいことあるって聞いたのに、全然勝てないんだ。全然勝てないんだよ。何を弱気なこと言ってるの。私がその根性を叩き直してやる。じゃ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 やめてやめて。痛い。空いてないだろうな。ロットは空いてないだろうな。あれ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 、なんで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 、激焼き。じゃあこっちにしよう。あっちの方がいいかな。変わんないか。え、なんでこんな空いてるんだろう。でも大して出てない。あ、私何とか全然決めてなくて、17番のくせに。どうしようかしら。おはようございます。よし、数字がついてない、この台を一応上げ狙いでいきたいと思います。神々の凱旋が無事取れたので、まずはこいつで実戦を始めるよ。あ、いきなり早いな。2ゲーム目に神殿。当たるんじゃないの？これは当たるんじゃないの？こんな早く神殿行ったの初めてかもしれない。凱旋で、なんで設定変更で天国モード行くことなんかほとんどないはず。薄いところを引いたのかな。ああ、いい出目が止まってるよ。多分行った時点では天国確定だと思うんだよな、神殿。前日からの残りかな。あらら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 。でも天国捨ててかないよね、普通に考えて。なんだこれは、なんだこれはってちょっとびっくりしたよね。なんだこの展開。なんで風が吹くの。ああ、そっかそっか、単なる煽りだ。これで当たんなかったらショックだな。あれ、でもなんか静かだぞ。すごい薄いところを引いて設定変更で
天国ショートに上がったけどめちゃめちゃ早く落ちたってことだな、きっとこれは。もうダメだよ、もうダメだよこれ、見せかけだけだね。どうなんだろう、でも昨日一応プラスで終わってる台なんだよな、設定変更されてて。でもなんかここにこのティアラム学園の時はなんか大体どの台もうるさかった気がするな。ということは全台リセットなのかな。残念、天国で当てられなかったよ。まあでも設定変更してるだろうことが分かっただけいいか。天国で当てらんないことなんかね、しょっちゅうだしね。みのり先生、何よマリモくん、いきなり天国モードから始まったけど、うん、すかしちゃった何やってるのティアラはいつもこうだよそティアラいつも厳しいんだよそれ結構ギリ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 なやつじゃなくギリ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 な発言じゃなくてだってそうなんだからしょうがないじゃないかそんなこと言わないで、もっと愛が足りないのよ。いや、ラブが足りない。そう、ラブが足りないの。足りないの。でもなんかいつも片思いの一方通行な気がしてまあ今日はそこをしっかり改めて戦ってもらいますよ。先生はなんでこれ打ってるの。なんでですかね。ラブがあるからラブがあるんで、ラブなんで、ラブがある、まあまあ好きなんで、まあ、なんか先生の意思がよくわからないよそう、先生自体もあんまり分かってない。分かってないみのり先生のところに行ってきたけど、多分先生、あの先生たまたま見かけちゃったから、なんか体裁保つために指導するとか言っただけで全然興味ないよ。本当は僕に本当は全然興味ないよ。でもなぜかね、ティアラブのね凱旋はいい挙動しててもゴッと引いても最終的に負けちゃう、なぜか。それがやさぐれだね、やさぐれの要因だよ。何かが違う、ティアラブ学園の凱旋は何かが違う。でも中途半端なところで当たって朝一で2連とかで終わるぐらいだったらもう朝からがっつりハマって天井の恩恵を受けた方がよろしい。お、おやおやおや、あら、一気に神殿に。いやー中途半端なところで当たりそう、一番ダメなパターン。ああ早い早い、まあ432ゲーム、まあいっか、800とかで当たるよりいいね。432ゲームで投資が
どれぐらいだろう、800枚ぐらいかな多分。白い天国モードで当たったから AT 中に上乗せがあるかもしれないし、乗せられなくてもモードをキープしてれば AT 後またすぐ初当たり引けるかもしれない。さあそして4連いきなり、えい、あーそう、お、また4連流れでいこう、流れで止まらずに、アウトー、あー、よくあるパターン。天国モードで当たったのに一番下のステージにいたということはもしかしたらあまり連チャンには期待できないのかな。えい、そう単発だ、まだいるのかな、まだいるのかな、天国にいるのかな、あいそういそう、天国いそう、あれもうダメだこれ多分ダメだ、あー一発だけか、初当たり外線のいいところ行かせなかったな。ゴッドイーターがね最近なんとなく分かってきた。最初3回くらい打った時はこれはダメだ向いてない、ちょっと面白さが分からないと思ってたんだけど、ここ 3,4 回改めて時間を置いてから詳しくなった人の隣で打ったら、ああなるほどねみたいなことが多くて、それが分かってくるとあれはあれでね面白い気がする。だからちょっと食わず嫌いなところがあったんだけど、ゴッドイーターはちゃんと完成されたって言ったら言い過ぎかな、面白い台なのかなって思ってます。さあ、それでは早速打っていきましょうか。なんか祈り先生のがやさぐれた顔してるよ
大人はいろいろあるのよ。なんか男に捨てられたような顔してるよ。捨てられてねえわ。出てるの？いや当たってない。ほらまた男に捨てられたような顔になってるよ。いやマリモくんも同じかなと思ったら当たってるからちょっと先生びっくりしちゃったわ。マリモくん今日はまだいい方。あら当たったからね。すぐ終わっちゃうんじゃない？なんで構成させるって言ってきたのになんでこんな。なんでそんなこと言うの？こっちがちょっとグレちゃって。ちょっとやさぐれちゃって。そんなマリモくんだけいい思い。しないでよ。先生単純に自分が勝ちたいだけじゃないか。先生も勝ちたい。でもゴッドイーター早いからね。うん。777でしょ。もうダメなの？もうやめたいけどやめれないから。いつもみたいに見つけばいいじゃないか。ダメな男に見つぐみたいに見つけばいいじゃないか。私そんな見ついてなんかないと思うけど。あ過去を頭の中で振り返ってるんじゃないよ。話しながら。あでも結果見ついでたことになっちゃうのかなみたいな。酒と男に見つぐ実り。今日はゴッドイーターに見つぐんですか？いや見つがない。ちゃんときっちり取るところは取ろうと思ってるんで。私も学習したんで。早くみのり先生が当てるとこ見たいな。思っても見ないくせに。思ってるよ。まあ僕まだ先生のことは心配しないで大丈夫だから頑張って。全然心配してなかったけど。ちょっとぐらい心配して。頑張るよ。はい、頑張って。よし、じゃあ。お、あ、ここから？ちょっといいとこから。お。赤です。セリフは赤コータだけど結構期待できるんじゃないかな。赤はなかなか出ないですもんね。暑いです。来ました。多分大丈夫だと思いますけど演出が弱いから怖いな。アリサ来い。あれ？あ、来たよかった。あ、そこから弱点と思われます。よかった。503ゲームなんで、まあ、全然700とかまでいかなくてよかったです。投資が17本なんで、シングル12ゲームスタートです。ストーリーの12ゲームもプラスで52ゲームで何とかしよう。お、あ、コウタか。何が来る？うわ、オルグカムランだって最初から。きついな。スイカ来てないし。来るかな、スイカ。
します。日本ボルグカムランはスイカ引かないとダメですよね。全然壊れない。おスイカかな、あスイカだ、多分大丈夫。よかった、割と早く引けた。これで活性化バトルに行きますね。さて勝率は低いですが、あダメだ、あー食らってる、あダメだ、負けんのか。勝ったら50ゲームはね達成してたんですけど、まだまだ24ゲームあります。バジラ、まあ、バトルまでには持っていきましょう。おお、うまいんじゃない、もうバトル欲しいな、これで。よし頑張れよ、60% ぐらいですかね、勝率。ここからけど、あはー、わー何それ、やられっぱ、あーペリティーマータか、もうチェリー変化にかけるしかないな。あもうこれはこの3ゲームでバトルに持っていくというよりは準備中、終了準備中でバトルに持ってって勝利を確定させるしかないです。よし、コミュニプレイ頼む、うーあーないじゃん、もうけでした。128枚、500ゲームまでハマってこれか、まあ、とりあえず天国見てですね考えます。やだこれ行くよ行くよ、お願いお願い、繰り返す繰り返す、3はやだ3はやだ3はダメ3はダメ3はダメ、やだやった、さすが先生すごい、ありがとう先生。さあ山根先生だぞ、ホームルームの時間始めるぞ。さあ皆さん、今日のティアラブ学園いかがだったでしょうか。面白かったね、そんなね、ティアラでやってるティアラブ学園の収録、投稿日に投稿した生徒職にはこちらの、ね、主役のマリモくんをはじめとした、皆さんのブロマイド写真をプレゼントしています、ね、なんで、投稿する生徒職は、ね、遅刻厳禁で必ず投稿して、マリモくんたちにブロマイド写真、ね、もらうようにしてください。はい、あとはもう一つですね、ティアラといえば、さあ注目、こちら協賛している番組のガムシャラ、はい、トメキチ、ね、ジャンバレドット TV のトメキチさんによる2日間連続の実践番組、
ね、1日目負ければ野宿、ね、2日目も負ければ夜行バスで帰るというね、過酷な実践番組を友一さんがやってくれてますんでね、こちらも要注目と、言ったところで、今日のところはホームルームを終了としたいと思います。はい、それでは来週もまた見てくれよな。はい、OK です。ありがとうございました。